フレディ・マーキュリーは、イギリスのロックバンド、クイーンのボーカリスト。また、ソロ歌手としても活動した。出生名は、ファルーク・バルサラ。ポピュラーミュージックの歴史の中で最も偉大なシンガーの一人と、みなされており、観客を引きつける、優れた、ステージパフォーマンスと広いボーカルレンジで知られている。また、ボヘミアン・ラプソディや、キラー・クイーン、愛にすべてを、 伝説のチャンピオンなどのヒット曲を作詞作曲した。1991年11月24日、HIV 感染合併症によるニューモシスチス肺炎の試し去。45歳ボーツ。フレディは当時イギリスの保護国だったザンジバル島のストーンタウンで生まれた。インド生まれの父ボミと母ジャーはゾロアスター教徒であるパールシー。 植民地政府のオフィスで会計係として働くボミが仕事を続けるため妻とザンジバルに移った。妹にカシミラがいる。フレディが住んだザンジバルの家フレディはインドで幼少期の大半を過ごし7歳の頃にピアノを習い始める。1954年8歳でボンベイ郊外のパンチガニにある全寮制の英国式寄宿学校セントペーターズボーイズスクールに通う。 在学時から学友たちとスクールバンド活動を始める。担当はピアノ。12歳でスクールバンドザ・ヘクティクスを組織し、クリフ・リチャードやリトル・リチャードのカバーを演奏していた。当時の友人はフレディについてラジオを聴き、その後で聴いた曲をピアノで再現する得意な能力を持っていたと実感している。1963年に ザンジバルに戻って家族と一緒に暮らし始めたが、その翌年にはザンジバル革命が起こり、アラブ人とインド人の多数の死傷者が出た。当時17歳のフレディとその家族は安全上の理由でザンジバルから逃れ、イングランドのミドルセックス州フェルサムにある小さな家へ移り住み、両親は郊外住宅の使用人として働いた。フレディはウェストロンドンにある アイズルワース工業学校に入り、芸術を学んだ。その後、イーリングアートカレッジへ進み、芸術とグラフィックデザインの修了証書を受け取る。後年には、クイーンでこれらの技術を用いて、衣装をデザインしている。卒業後、フレディはバンドに参加しながら、バンドのメンバー、ロジャー・テイラーと一緒に、ロンドンのケンジントン・マーケットで古着を販売していた。それ以前には、 ヒースロー国際空港でアルバイトをしていた時期もあった。当時の友人はフレディのことを音楽に対して関心を示す静かで内気な若者として記憶している。フレディは1969年後にレッケージと改名するバンドアイベックスに参加する。このバンドはしばらくして他のメンバーたちの進路の問題で解散する。その後、 フレディは音楽雑誌でボーカルを募集していた別のバンド、サワー・ミルクシーのオーディションを受け、他のオーディション参加者と格段の差を見せて合格し、活動を始めるも、このバンドは他のメンバーたちの事情により、1970年前半に解散する。1970年4月、フレディはギタリストのブライアン・メイやドラマーのロジャー・テイラーが所属するバンド、スマイルに加わる。 メイやテイラー、それに当時彼らのマネジメントに携わっていたトライデントスタジオが難色を示したもののフレディの選んだクイーンを新たなバンド名とした。このバンド名についてフレディは間違いなく堂々としているし響きもいい。それに力強さもあってどこでも通用するわかりやすいネーミングだ。芸を思わせるような名前だと分かってはいたが、それは ほんの一面に過ぎなかったと語っている。同じ頃、フレディはバルサラからマーキュリーに改正した。フレディはレッドツェッペリンのロバートプラントを尊敬しており、初期のクイーンはレッドツェッペリンの影響を深く受けたサウンドを奏でていた。フレディは1977年3月のインタビューで、ロバートプラントはいつも私のお気に入りの歌手だった。彼は私に とても嬉しいことを言ってくれた。彼は実際にキラークイーンが好きだと言ってくれたんだ。と語っており、二人はとても仲のいい関係となっていった。クイーンに参加の当初からしばらくは同じくメンバーのロジャー・テイラーとケンジントン・マーケットで古着屋を経営した。また、クイーンがデビューする直前にラリー・ルレックスという名義でソロシングルを発売している。ボヘミアン・ラプソディ。 輝ける七つの海、キラー・クイーン、愛にすべてを、懐かしのラバーボーイ、伝説のチャンピオン、バイシクル・レース、ドント・ストップ・ミーナウ、愛という名の欲望、プレイ・ザ・ゲームと、グレイテスト・ヒッツに収録されている17曲のうち、10曲は、フレディが作曲している。1980年リリースの、ザ・ゲームまでは、クイーンの代表曲の多くを作曲した。 その後の個人名義での作曲は過去の焼き直し的な曲もあり曲数も他のメンバーとの比率の面で初期と比較して少なくなっていった彼の作曲の大きな特徴はロカビリー、プログレッシブロック、ヘビメタル、ゴスペル、ディスコを含む広いジャンルで作曲していることである1986年のインタビューでは私は再び同じことをするのを嫌っている音楽 映画、演劇において、今何が起こっているのかを確かめ、それらすべてを取り入れることが好きなんだと説明している。多くのシンガーソングライターと比較しても、フレディはいろいろな音楽を組み合わせて作曲する傾向があった。フランクフルト公演のフレディ・マーキュリー・ボトムレス、マイク・スタンドによる1979年のライブ・フレディは世界中のスタジアムでライブ公演を行い、 そのパフォーマンスで注目を集めた。そのスタイルは極めて演劇的で、あるライターは、スペクテーターに掲載された記事で、フレディを自身の変化自在な姿を駆使し、観客をじらし、驚かせ、最後には魅了してしまうパフォーマーだと述べている。アンダープレッシャーを共作し、フレディ・マーキュリー追悼コンサートで、クイーンと共演したデビッド・ボーイは、フレディのパフォーマンスについて、 演劇的なロックパフォーマンスを見せるアーティストの中でもフレディは破格の存在で型破りだった。私はいつもタイツ姿の彼に見とれてしまう。私が彼のコンサートを見に行ったのは一度きりだったけれど誰もが言うように彼は間違いなく観客を手のひらの中につかんでしまうことができる人物だったと称賛している。クイーンのギタリストブライアン・メイは フレディについてスタジアムの最高列にいる最後の一人まで彼とつながっているように感じさせることができる人物だったと書いている。フレディがクイーンとして行った最も有名なパフォーマンスの一つに1985年のライブエイドがある。フレディの活動中、彼はクイーンとして世界中でおよそ700ものコンサートを行った。クイーンのコンサートの大きな特徴は 大規模で複雑なことだった。彼は以前、我々は、ロックンロールのセシル・ビー・デミルであり、いつもより、大きく、より良いことをしたいと考えていると説明していた。クイーンは、1981年のサンパウロ・エスタジオ・ド・モルンビーでコンサートを行い、観客数の世界記録を作った。1986年に、クイーンが鉄のカーテンの後ろのブダペストで、 8万人の観客を前に行ったパフォーマンスは東欧で今まで行われた最大級のロックコンサートの一つとなっている。フレディはクイーンとしての最後のコンサートを1986年8月9日にイングランドのネブワース公園で30万人ほどの観客の前で行った。初期のライブでは主にザンドラ・ローズがデザインした衣装を着用。 1970年代後半のライブでは、レザースーツやタイツが多く使われ、上半身を露出したタイプのものが多い。1980年代に入ると、T シャツ、タンクトップなどのシンプルな衣装になった。フレディのステージでのトレードマークと言えるのが、ボトムレスマイクスタンドと呼ばれる、マイクスタンドの先端部分のみがマイクに取り付けられているものである。これは、ライブの最中に台座から、 先端部分が外れてしまうというハプニングが発生した時にフレディがそれを気に入って取り入れたもの。2018年に公開された映画ボヘミアン・ラプソディでは初めてのライブでマイクスタンドをうまく扱えず誤って先端部分のみが外れてしまった様子が描かれている。ちなみにアクセルローズはこのマイクを改良したタイプのものをガンズローゼズのライブで使っている。 ドイツ、フランクフルトでのクイーンのライブでギターを弾く。フレディ・マーキュリーインドで暮らしていたフレディは9歳までピアノを習っていた。後のロンドン在住時にはギターも学んだ。彼の好きだった音楽の多くはギターが中心だった。彼が当時期に行っていたアーティストはザ・フー、ビートルズ、ジミ・ヘンドリックス、デビット・ボーイ、レッド・ツェッペリンなどであった。1980年代初頭は、 クイーンとソロ活動の両方でキーボード奏者を招いていた。ピンク・フロイド、エルトン・ジョン、スーパートランプで働いたカナダ人ミュージシャンフレッド・マンデルはフレディの最初のソロプロジェクトに協力した。また、1985年からスパイク・エドニーがクイーンにソロではスタジオでマイク・モランガと前述のようにキーボード奏者が協力しているが、その際もフレディは ピアノ等の鍵盤楽器も担当している。フレディは、キラークイーン、ボヘミアン・ラプソディ、懐かしのラバーボーイ、伝説のチャンピオン、愛にすべてを、ドント・ストップ・ミ・ナウなど、クイーンの代表曲のほとんどのピアノを弾いている。彼は、コンサートグランドピアノを使用し、時折ハープ・シコードのような鍵盤楽器も使っている。1980年代からはスタジオで頻繁に、 シンセサイザーを使うようになった。クイーンのギタリスト、ブライアン・メイは、フレディは彼のピアノの能力に感銘を受けさせるのではなく、舞台の上を歩き回って観客を楽しませたかったため、楽器を演奏していた時間が少なくなっていたと主張している。彼はギター用に多くの曲も書いたが、ギターは基本的な技術しか持っていなかった。オーガバトル。 愛という名の欲望のような曲はギターで構成されており、校舎はステージとスタジオの両方でフレディが演奏するアコースティックギターが特徴となることもあった。クイーンのライブスタジオにおいては、シンセサイザー、タンバリン、リズムギター、ハープシコード、ジェレスタ、アコースティックギター、オルガン、カウベル、パーカッション、シンセベース、マラカスなどにクレジットされている。 個人名義でのソロアルバムは実質的に1枚しか発表されておらず、後日のミスターバットガイのみである。発売時の日本では、クイーンの人気は1970年代ほどではなく、シングル、ボーン・トラブ・ユーが、ノエビア化粧品の CM に使われたものの、前世紀のクイーンのアルバムほどの売り上げではなかった。また CBS からのリリースであったせいか、死後もしばらくは廃盤になっていた。 他に、オペラ歌手のモンセラート・カバリエとコラボレーして、アルバム、バルセロナを発表している。その後、レーベルの垣根を越えた形で、シングルや未発表音源、リミックスなどを集めた編集アルバムなどがリリースされているが、唯一のオリジナルソロアルバムは現在でも、単体では手に入りにくい。非公式ではあるが、ジャックソンズとミック・ジャガーのヒット曲、 ステートオブショックはフレディが歌ったバージョンも録音されている。また、同時期に行ったセッションの中には、ソロアルバム、ミスターバットガイに収録された、生命の証をマイケル・ジャクソンと共に歌うバージョンとマイケル・ジャクソンがソロで歌うバージョンが音源として残っている。前日の通り、イ、e、ーリング・カレッジでグラフィックデザインを学んだフレディは、初期の自筆バイオグラフィーで以前の職業の欄に、 イラストレーターと書き記している。ただし、仕事としてイラストを描いていたという記録は確認できていない。2011年9月16日、イギリスデイリーテレビジョンのフレディの生誕65周年を記念した放送にて、母親のジェル・バルサラと妹のカッシュ・クックが出演し、本人が描いた衣装デザインスケッチと制作した実物の衣装を披露した。 当時人気のジミ・ヘンドリックスの衣装を招いて縫製し、着飾った写真と衣装も大切に保管されており公開された。クイーンのファーストアルバムの裏ジャケットには、後にオペラ座の夜の表ジャケットとして知られる、真ん中に図案化したアルファベットの Q の文字を配し、一番上に白鳥、その下にブライアン・メイの誕生星座であるカニ、Q の両側にはロジャー・テイラー。 ジョン・ディーコンの星座である獅子を廃し、自身の乙女座から妖精も加えたロゴマークをデザインした。その後、このロゴマークは同じデザインで3枚のアルバムまで裏ジャケットに描かれ、オペラ座の夜、華麗なる、レースでは若干デザインを変更した形でジャケットを飾っている。自作、世界に捧ぐでは、レコード版の真ん中のレーベルのスペースに描かれた。 これらのデザイン変更においてフレディ自身がその都度描き起こしたかどうかは定かではない。アルバムジャケットのコンセプトという観点では単独でクレジットされているものにホットスペースのジャケットがある。しかしながら世界に捧ぐのジャケットのようにロジャーがイラストを見つけてきたというようなエピソードが残っている事例を除けばグループの一員としてフレディの意見が反映されていることは 想像に固くない。ロンドン郊外の自宅1970年代初期から名の紹介によって知り合ったメアリー・オースティンと交際1970年代中頃までウェスト・ケンジントンで共に生活するもマーキュリーがエレクトラレコードの重役と浮気したため破局。しかしその後も二人は友人としての付き合いを続けた。1980年代前半、 オーストリアの女優バーバラ・バレンタインと交際していたが、後に破局。1984年より、ジム・ハットンと交際を始め、それ以後死に至るまで、約7年の間付き合う。ハットンはその穏やかな性格と、純粋な人柄で、マーキュリーを温かく見守り、死を迎える最後まで看病に奔走し、付き添った。そのためハットンは、マーキュリーの最後で、 最高の恋人だったと語られることも多い。ハットンは、マーキュリーによると思われる、自身の HIV 感染を、本人に知られぬ、よう最後まで公害しなかった。ハットンは2010年1月1日に、ガンで死去。こうに明かすことはなかったが、マーキュリーは両性愛者であったと思われる。前述のように私生活では女性とも男性とも、恋愛関係を持ち、また、 多くの老若男女を招いて乱行パーティーをたびたび行っていたようである。また、1979年頃よりバスハウスにも足を運んでいたという。また、インドで育ったという過去をロックのイメージに合わないからか隠したがっていたようである。インド出身とからかうととても嫌そうにしていたと友人が語っている。またロジャー・テイラーによるとメンバー内でもその話は避けていたという。 新日課であり、来日公演時以外にも1986年秋にお忍びで来日し、骨董品などを買い求めていった。イマリアキコレクターであり、ロンドンの自宅には日本庭園を設けていた。また、新宿二丁目にあるゲーバーン、九州男には日本公演のある旅に通っていたという。日本語にも通じており、来日公演時の MC の半分は日本語だった。 アルバム、バルセロナに収録されている、ラ・ジャポナイセの歌詞の大部分は日本語で書かれている。愛病家としても有名。ロンドン・ケンジントンの自宅、ドイツミューンヘンの別宅で、数匹の猫を飼っていた。アルバム、イニュエンド収録の、デライラは、彼が特に溺愛した飼い猫の、ディライラのために作られた曲。歌詞は猫へのメッセージで構成されており、曲中に、猫の鳴き声が聞こえる。 晩年は猫をプリントしたシャツを着用する写真が多く、イニュエンドの PV でも見られる彼のイラストや、輝ける日々の PV の彼の衣装にも猫が描かれている。クイーンは、アパルトヘイトが行われていた、南アフリカのホームランド、ボプタツワナのエンターテイメント施設、サンシティでライブを行い、1987年の国連によるカルチャーボイコットを破ったとして、多く批判された。 これらのライブの結果、クイーンはボイコットを破ったアーティストとして国連のリストに載ることとなり、NME のような雑誌からも広く批判された。これに対し、ブライアン・メイはバンドは政治ではない。俺たちの音楽を聴きたい人のためならどこでも演奏すると反発した。クイーンはその得た収益の一部を聴覚、視覚障害者のための学校へ寄付した。 フレディが60歳になっていたであろう誕生日の大規模な祝賀を取り消すことをイスラム活動組織ユミル州と呼ばれる機関がザンジバルの政府文化庁に請願し2006年8月より論争が続いたこの組織はフレディが本当のザンジバル人ではなかったことシャリアに反し彼が同性とも恋愛することなど計画された祝賀会に対していくつ格上を出した 組織はザンジバルとフレディを結びつけることはイスラムの土地である私たちの島の価値を下げると主張した。この祝賀計画は取りやめられた。1986年10月、イギリスのマスコミはフレディがロンドンハーレー街の診療所で HIV の血液検査を受けたと報じた。日刊タブロイド新聞ザ・サンのリポーターが日本から戻ってきたばかりのフレディに ヒースロー空港でインタビューしたが、フレディは病気を否定している。パートナーのジム・ハットンによると、フレディは1987年4月の後半には感染を認識していた。この時期、インタビューではフレディは HIV テストで陰性だと診断されたと述べていた。本人は対外的には噂を否定していたものの、英国のマスメディアは1990年頃より、フレディの痩せた外観、 クイーンのツアーへの不参加などからエイズに感染しているのではないかと盛んに報じた。フレティが生前最後にステージに立ったのは1990年2月18日にドミニオンシアターで行われたブリッドアワードの受賞式であった。ザさんは彼が重病だと主張する記事を掲載し何人ものカメラマンがフレティの様子を撮影しに奔走した。 1990年11月には、これは公式だ。フレディは重病であるとして一面に、フレディのやつれた写真が掲載された。しかし、フレディ本人や同僚、友人などは、1991年4月29日に、痩せた、フレディの写真が掲載された後も、絶えず、噂を否定していた。フレディの死後、ブライアン・メイは、 クイーンの他のメンバーが彼の病について正式に知らされたのは彼の死の直前だったと1993年のインタビューで証言している。ブライアン・メイは、いや、彼が問題を抱えているのは知っていたし、放射線治療を受けているのも知っていた。彼が自分で告白するまでの間、僕らはずっと疑っていたけれど、直接問いただす勇気がなかったんだと2019年1月の インタビューで証言している。1991年5月に撮影された輝ける日々のミュージックビデオは彼が生前最後に出演した映像作品であるが、その映像からは見る影もなく痩せを衰えたフレディの様子がうかがえる。1991年6月、クイーンとの仕事を終えた後、フレディはケンジントンの自宅に戻った。 死期が近づくにつれ、フレディの視力は衰え始めた。容体は急速に悪化し、ついにはベッドから出られなくなった。やがてフレディは薬の服用ほとんどを止め、痛みを抑えるため、痛み止めだけを服用し、死と向き合う決断を自ら下した。1991年11月24日夜に、フレディはケンジントンの自宅で死去した。45歳ボー死因は、 エイズによる免疫不全に伴う帰還支配炎であった。彼の死を伝える報道は11月25日の午前までに新聞とテレビによって報じられた。フレディの遺言により遺骨はメアリー・オースティンの身が知る場所に埋葬された。オースティンは場所を明らかにすることはないと述べている。ブライアン・メイは当時の同じ頃に父を亡くし、フレディの死後はその喪失感から 深刻な鬱病になり、数ヶ月の間生きていたくないと思い続け、自ら命を絶つことも考えたと語っている。1992年4月20日には残された、クイーンのメンバーが中心となり、イギリスロンドンのウェンブリー・スタジアムで、フレディ・マーキュリー追悼コンサートが行われた。この収益をもとに、チャリティー財団である、マーキュリー・フェニックストラストが立ち上げられた。 同年夏のバルセロナオリンピック会開会式では、モンセラート・カバリエとバルセロナを歌う予定だったが、ホセ・カレーラスがフレディの代わりを務めた。死後、生前に残した遺言に従って、クイーンで最も売れた曲である、ボヘミアン・ラプソディの印税が、エイズ・基金・テレンス・ヒギンズ・トラストに寄付された。また、それを受けて、再発売されたシングル CD は、 イギリス史上初の同一曲二度の1位を獲得した。2006年10月21日にはドキュメンタリー映画フレディ・マーキュリー人生と歌を愛した男が公開された。この映画は DVD として発売されている。2018年10月24日よりフレディを中心としたクイーンの電気映画ボヘミアン・ラプソディが世界各国で順次公開された。 フレディの死がクイーンの人気をさらに高めたとも言われている。1980年代にクイーンが遅れて人気となったアメリカでは彼の死後の1992年にアルバム販売数が劇的に増えた。1992年にはアメリカの批評家の一人が霊障家が死去したスターと呼ぶ効果が出た。クイーンは復活している途中だと語った。また、 ボヘミアン・ラプソディが使用された映画、ウェインズ・ワールドは1992年に発表された。アメリカレコード協会によると、クイーンのアルバムはアメリカで7810万枚売れ、これらのうちのおよそ半分はフレディが1991年に死去してから売り上げた。クイーンの現在までの世界中の記録的な売り上げは3億枚と高く見積もられている。 イギリスでは、クイーンは、前衛アルバムチャートにおいて、最も多くの州に登場しており、ビートルズをしのいでいる。また、クイーンの、グレイテストヒッツは、イギリスで、史上最も売れたアルバムである。彼が作詞、作曲した、伝説のチャンピオンと、ボヘミアン・ラプソディの2曲は、ソニー・エリクソンと、ギネス・ワールド・レコーズにより、それぞれ最高の歌として、主要投票で投票されている。 2007年10月、ボヘミアン・ラプソディのビデオは雑誌 Q の読者投票で史上最高のミュージックビデオに選ばれた。ポピュラーな音楽の歴史で最も偉大な歌手の一人として評価されるフレディは MTV の22人の偉大な歌声においてマライア・キャリーに次いで2番目の得票数を得た。さらに2009年1月にはデジタルラジオ局プラネットロックにおいても ロック史上最高の歌声の投票で、ロバート・プラントに次いで2位となった。2009年5月の雑誌、クラシック・ロックの投票では、フレディが最も偉大なロック歌手と認められた。2011年には、雑誌、NME 読者の投票で、マイケル・ジャクソンに次いで、今までで最も偉大な歌手と評された。2011年、ローリング・ストーンの読者投票では、フレディが、 史上最高のリードボーカリストで2位となった。モントリューにあるフレディ・マーキュリーの増北46度25分55.6秒、度計6度54分32.9秒、北46.432111度時計6.909139度、46.4321116.9091391995年11月、クイーンは、 フレディ・マーキュリーが1991年から録音し、リリースされていない最後の曲を収録したアルバムメイド・イ・ウン・ヘブンをリリースした。これには残ったメンバーによるソロ活動の曲を前年から再加工したバージョンも加えられている。アルバムのカバーには彼が最後に作曲しレコーディングしたマウンテン・スタジオのあるスイス、 モントルーのジュネーブ港を見下ろすフレディ・マーキュリー像が描かれている。アルバムジャケットには、フレディ・マーキュリーの不滅の精神に捧げると記載されている。ミスター・バット・ガイ、マイナス・ミスター・バット・バルセロナ、バルセロナ・ザ・フレディ・マーキュリーアルバム・ザ・フレディ・マーキュリー、アルバム・ザ・グレート・プリテンダー・ザ・グレート・プリテンダー、リビング・オン・マイオーオン、リミックス・ズ、 ベストオブフレディ・マーキュリー、ソロ・ザ・ベリー・ベスト・オブ・フレディ・マーキュリー、ラバー・オブ・ライフ、シンガー・オブ・ソングズ・神々の使い、フレディ・マーキュリー・シングルズ、メッセンジャー・オブ・ザ・ゴッツ、ザ・シングルズ・ネバー・ボーリング、ベスト・オブ・フレディ・マーキュリー、ネバー・ボーリング、フレディ・マーキュリー・コレクション1973から2000、ザ・ソロ・コレクション・ネバー・ボーリング、フレディ・マーキュリー・コレクション、 Never boring. I can hear music. I can hear music. Love kills. Love kills born to love you. I was born to love you. Made in heaven. Made in heaven. Living on my own. Living on my own. Asnaki. I love me like there's no tomorrow time.Time time the great pretender.The great pretender.Barcelona.Barcelona Barcelona, Golden Boy.The Golden Boy Guide me home.How can I go on.Guide me home. How can I go on living on my own?Living on my own time, waits for no one.Time waits for no one 初期の自筆のバイオグラフィーによれば、ジミー・ヘンドリックス、ビートルズ及びジョン・レノン、ロバート・プラント、ライザ・ミネリなどの名前を好きなアーティスト、影響を受けたアーティストに挙げており、また、クラシックの作曲家などの名前を挙げることもあった。ありがとうございます。